はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、私のお気に入りの夏のトレンド小物を紹介していこうかなっていうふうに思っております。最近ね、結構小物を集めることが多いっていうか、小物でトレンド感をつけたりとかっていうことが結構多くて、その中でもよくこれ使ってるなっていう、持ってたらすごい使えるんじゃないかなっていうお気に入りの小物たちがいくつかあるので、今日はそれをみんなにシェアしていこうかなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速紹介していきたいなと思います。まず一つ目がシューズなんですけど、じゃじゃん、こちらのハンターのレインブーツです。私はオリジナルのツアーっていう形を買ったんですが、これはマジでめちゃくちゃ履いてます。レインブーツなので雨の日はもちろん、雨降ってなくても私は晴れの日でも全然履いてしまうぐらい本当に気に入っているシューズで、もうすごい可愛いんですよ。結構いろんな動画でも話してるかなと思うので、ちょっと話が重複してしまうところはあるかなと思うんですが、やっぱり結構最近はなんかミリ丈のスカートだったりとか、ミニスカート、ショートパンツとかと一緒にこういうブーツ、ロングブーツを合わせるっていうスタイリングがめちゃくちゃ可愛いなと思っていて、今年の夏も私も結構まあショートパンツに合わせたりだとかスカートに合わせたりとかしているんですけど、そういったコーディネートをするときに普通になんかレザーとかのブーツでも可愛いんですが、あえてこのハンターのレインブーツを合わせてあげるっていうのが、なんかなんだろう、決め込みすぎてない感じ。レザーのブーツって結構しっかりと決めてる感じがするけど、このレインブーツは素材もそうだし、まあ、割とカジュアルなデザインというかアイテムだと思うので、いい感じにこう崩れてすごい可愛いコーディネートになるので、これは本当に買ってよかったなって思ってるアイテムです。今季結構ハンターのブーツを買い足した方も多いかなって思うんですけど、ピンタレストとかで見かけるような海外のインフルエンサーの方だったりとかもそうだし、あとは結構韓国の方でも履いてるのをよく見かけたりします。ハンターのレインブーツっていろんなこうデザインというかラインがあって、結構がっつりバックルがブワーってついたやつもあったりとかして、すごい自分の好みで好きなブーツが見つかるんじゃないかなと思うので、ぜひちょっとチェックしてみてください。まあ、私はね、使いやすくブラックをゲットしました。まあ、レインブーツなのでしっかり重みはあるので、あんまりこう長時間歩くとかいう時には向いてないかもしれないんですけど、まあ、でもそれでも履きたくなるようなすごい可愛いアイテムです。そして続いて2つ目が、じゃじゃん、こちらのミュールなんですけど、これ Y プロジェクトとメリッサのコラボのシューズになっていて、めっちゃ可愛いんですよ。これがこんな感じでね、クリアのミュールなんですけど、ブロック状というか割と偽物っぽいような感じの、なんかおもちゃみたいなデザインのヒールになってて、で私これファーフェッチでゲットしたので、どういう素材感というか履き心地だったりとかっていうのがよく分からず、でも可愛いと思って買ったんですけど、本当に素材もすごい柔らかくって、靴ずれも起きにくいし、履き心地も結構期待以上だったので買ってよかったなって思ってます。ヒールが結構低めで、そこもすごい好きなのと、あとこれいろんなカラバリがあって、ブラックだったりとかゴールドとかシルバーとかもあったかな、あとはなんかカラーものとかもあったりしたんですが、私はまあ夏らしくこのクリアのシューズをチョイスしました。まあ、ただこの中敷きの部分がホワイトなので、ちょっとこれが不安、なんか汚れちゃうんじゃないかなと思って不安で、そう、これをね、汚れ防止する何かないかなと思っていろいろ調べてたんですけど、まあ一応その中敷きというかみたいなやつはあったんですが、それ貼ると逆にその周りがどんどん汚くなっていくみたいな感じで書いてあったから、うわどうしようと思って結局何もできずにいるんですが、まあ気をつけながら、まあ帰ってきたらちょっと拭くなりして大切に履いていきたいなって思っているシューズです。では続きまして3つ目が、じゃじゃん、こちらのポルカドットのバッグでございます。前に私が夏のトレンド予想って言って動画を上げたんですけど、その時にも話していたドットのバッグなんですが、ドットが今すごくトレンドの柄なんですよ。海外とかでも結構バッグだったりスカートだったりトップスだったり、いろいろとドットのお洋服とか着てる方も多かったりするんですが、このバッグが私ずっと欲しいやつがあったんですけど、ソールドアウトとかで買えなくって、でどうしようかなと思ってたんですけど、あ、そういえば私のおばあちゃん結構裁縫できると思って、おばあちゃんにちょっとこの形で作ってほしいんだけどできるみたいな感じで聞いたら、ちょっとわかんないけどやってみるとか言って、そう、大体のサイズ感をね私が伝えたら、こんな感じで出来上がって送られてきました。
もう本当にすごいよね。本当にすごいと思う。大きさもすごい気に入ってるし、形も可愛いし、すごいこれは使いやすくって結構使ってます。なんか私割とシンプルなお洋服とかを着ることもあるので、そういう時とかにこういった柄物をバッグで取り入れてあげるとすごい可愛くて、でこのドットって意外といろんなコーディネートに合わせやすいなと思って、割と単体で見ると可愛らしい感じの印象あると思うんですけど、コーディネートに合わせてみるとあれ意外となんかマッチするかもみたいな時が多くて、すごい使いやすいなと思ったので今回こちらをおすすめとして紹介しました。そうだからおばあちゃん手作りなので、それ全く同じものとかはないんですが、ぜひなんかこういったバッグ見かけたらゲットするのもありかなって思ってます。続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらのバッグでございます。これはですねアベンマーの新作のアイテム、セレクトアイテムなんですが、のバッグになっておりまして、本当につい最近6月の終わりかなに発売されたバッグなんですけど、このバッグがめちゃくちゃ良くって、まあ、まずこの大きさですよ。超大容量、結構大きめなので荷物がとっても入ります。でしかもこれめっちゃチャックというかポケットがついてるんですよ。まず前に1個あるでしょ、ここにもあったわ。 そのサイドにまたちょっとしたものを入れるチャックがあって、でまたその後ろに今度は四角のガバッと開く感じのチャックがあります。でまたサイドに、ここサイドにねのチャックがあります。これは両サイドにありますね、こっちにもあります。でその上にまたチャックがあって、ここもちょっとしたものを入れられるようになってるのと、でメインのところもこんな感じで2つチャックがついてます。前と後ろ、こっちが前と、もう一個後ろにもこんな感じでついていまして、でラストこの後ろ側にもこういった感じでポケットがついているっていう、もうどんだけ収納できんのっていうぐらい収納力抜群なバッグになっております。本当に素材もすごい柔らかい素材でとっても使いやすいのと、まあ、デザインもすごい可愛いですよね、シンプルで。ちなみにこのバッジはねオリジナルのバッジで、まあ、こんな感じでつけても可愛いので私はつけて使ってるんですが、私結構こう見えてどう見えてるかわかんないですけど、割とこう小分けにするタイプなんですよ。いろんなねポーチに小物を入れて入れるタイプなので、割とバッグにどこに何を入れるとかっていうの結構気になるタイプなので、こんだけ収納口があるのが本当に嬉しくて、そういう方にはとってもおすすめです。あと実はこれ結構いろんな使い方ができて、今こうやってね普通にワンハンドルみたいな感じで使ってるんですが、2本ベルトがついていて、これどっちも長さ調節できるので、これまあ一番長くしてあげるとこういった感じで斜め掛けもできるぐらいの長さになります。そしてこの横のところをこういった感じで、もうこれ長すぎるなもうちょっと短くします。横を引っ張ってあげるとリュックにもなるんですね。ベルトが2本ついてるので、こうやってリュックとして背負うこともできて、本当にこのバッグは優秀なバッグちゃんです。とっても気に入っているアイテムでございます。では続きまして5つ目かながじゃじゃん、こちらのフープピアスでございます。これはね今年ゲットしたとかではなくって、割とずっと使ってるフープピアスではあるんですが、セネのものだった気がします。で私結構アクセサリーって時期によってつけるアクセサリーが全然違くって、ハマったらもうとことんそれを使ったりとかするんですけど、結構前まではどちらかというとゴールド系のアクセサリーが気分だったんですが、今またシルバーがすごい気になってるカラーで、最近はもうこのピアスをつけることがめちゃくちゃ多いです。大きさもすごいちょうどいいし、で太さもそんなに太すぎないので、なんかめっちゃ主張するっていうわけでもないし、すんごい使いやすくって、結構私はまあピアスだとフープ系のピアスをつけるので、なんか割と定番っていう感じのアイテムではあるんですが、でも何気にこのピアスはすんごい使ってるなって思ったので、今回紹介しようかなって思いました。夏なので割とまあ秋冬とかに比べるとお洋服のこの枚数とかも少なくなってきて、割とシンプルなコーディネートになりがちかなって思うので、ちょっと大きめのこういったフープピアスはめちゃくちゃ使えると思います。続きまして6個目がじゃん、こちらのブレスレットになります。こちらのブレスレットはですね、私の Vlog
大阪京都 Vlog を見てくれた方ならわかると思うんですが、前にアウラジャパンさんに新店舗ができたのでぜひ遊びに来てくださいっていう風に呼んでいただいて、その時にゲットしたティファニーのヴィンテージのブレスレットなんですけど、このチェーンのブレスレット、これをすごい悩んでたんですよ。どうしようかなって、買おうかな、どうしようかなって悩んでて、結局ね、後悔したくないと思ってゲットしたんですけど、めっちゃ使ってます。本当に買ってよかったアイテム。やっぱ夏っていうのもあって、こうどうしても手元だったりとか、袖がねなくなったりとかする分、ここら辺が開くのでブレスレットつけると本当に可愛くてポイントにもなるし、結構これは太めのインパクトのあるブレスレットなので、つけるだけで割と雰囲気がガラッと変わって、でもすごい使いやすいブレスレットなので、いろんなコーディネートに合わせやすいし、今回ね紹介しようかなと思いました。はい、では続きまして、何個目でしょうか。7個目がじゃじゃん、こちらのベルトでございます。これはですね、前に動画で紹介したと思うんですが、 H&M のベルトになっているんですが、本当に私太いベルトが好きで、最近はもう何かとつけてるんですよ。ちょっとなんか寂しいなって思ったらベルトをつけるっていう、本当にベルト中毒に合っているんですが、このベルトは最近ゲットした新入りのベルトになっていまして、割とブラックのベルトをつけることが今まで多かったんですが、ブラックももちろん可愛いしつけるんですけど、このブラウンカラー、キャメルカラーっていうのが、なんかブラックよりも抜け感が出て、すごく夏にぴったりな感じで可愛いので、これをちょっと紹介しようかなというふうに思いました。私はこういうベルトはだいたいなんかショートパンツとかにこれを巻いて、トップスもこのベルトが見えるぐらいの丈感のトップスを着てあげて、そんな感じで使うことが多いんですが、こういうベルトもするのとしないのでは結構コーディネートの雰囲気が変わってくるので、トレンド感っていうのとかを意識したい、取り入れたいっていう方は、こういった大きなベルトは、1個とは言わずいくつか持っていてもすごく使えるなと思います。でもこういうベルトってベルトループに通らない場合とかもあると思うんですけど、そういう場合は全然私は上からつける、本当にアクセサリー感覚で使ったりとかするので、そういう使い方もおすすめです。そして続きまして8個目がじゃじゃん、こちらのベルトでございます。ベルト続きですが、これも前に動画上げた H&M と ZARA の購入品で紹介していた ZARA のねベルトなんですが、さっきのよりもすごい細めのベルトになっています。そう、太いベルトだけじゃなくって、こういった細めのベルトも1個アクセサリーっていうかとして持っておくのすごい便利だし、購入品でもすごい熱弁したんですけど、本当にデザインが可愛くって、今日のコーディネートとかにも合うと思うんですが、腰にさって巻いてあげるとポイントになって可愛いんですよ。こんな感じでめっちゃ可愛くない？本当にこれラインストーンもついていたりとかして、すごい可愛いベルトです。なんかギラギラはしてるんだけど、そんなになんかギャルっていう感じもしなくって、派手になりすぎないかなと思うので、意外とね使いやすくって、これもとってもおすすめなベルトです。多分まだ最近買ったばっかりなのでまだあるとは思うので、ぜひ見てみてください。では続きまして9個目がじゃじゃん、こちらのヘアバンドでございます。私今までヘアバンドをいくつか持ってはいるんですけど、無地のヘアバンドしか持っていなくって、でその前の夏のトレンド要素の動画でも話してたんですが、ストライプも今結構来ているっていう風に話したと思います。柄としてストライプのヘアバンドを見つけて、可愛いと思ってゲットしてみました。確かあの時の動画でも今頼んでるんですって言ってたと思うんですが、それがね届きました。こんな感じでブルーとブラックのストライプなんですけど、これがねすごい可愛くて、奄美大島に行った時の Vlog の時にも3日目かなにつけてたんですが、すごいこれが可愛いんですよ。なんか最初やっぱこういったストライプのヘアバンド使ったことないから、大丈夫かなとか思ってたんですけど、意外とつけてみるとなんかいい感じに使いやすくって、これも結構気に入っているアイテムです。ヘアバンドは多分2年前ぐらいから割と注目されているアイテムではあると思うんですが、私はね無地しか持ってなかったんですけど、こういった柄も全然ありだなと思って、買ってよかったなって思ってるアイテムです。はい、では続きまして10個目がじゃーん、こちらのサングラスでございます。これも前の H&M と ZARA の購入品で紹介したんですが、 ZARA のねサングラスです。私さらにこんなサングラスあるんだと思って、すんごい可愛いと思ってゲットしたんですけど、結構細めのサングラス で形もね割となんか面白くって、あんまり見たことないレンズの形だったりデザインだったり、フレームもね多分プラスチックではあると思うんですけど、
っと細めになっててメタルっぽい感じのフレームになっていて、すっごい可愛くて気に入ってるアイテムです。サングラスは本当夏はね、余計にこうやっぱ太陽が強く感じるので必須のアイテムかなと思うんですけど、こういったちょっとデザインがあるサングラスとかってなんかつけるだけで結構おしゃれに見えたりとか、コーディネートのポイントとかにもなったりするので、とてもおすすめです。これも、そして続きまして11個目がじゃん、こちらのサングラスです。こちらボニークライドのサングラスなんですけど、これはフレームががっつりメタルの感じのフレームで、ローズゴールドのフレームになってるんですが、でレンズはちょっとミラーレンズっぽい感じで、これもめっちゃ可愛い。結構これもレンズは細めになっていまして、そこも割と気に入っているアイテムなんですけど、フレームがね結構キラッとしたフレームになっているので、なんかつけるだけでゴージャス感が出て、そこが私的には気に入っているアイテムです。やっぱ私はレンズがこういうちょっと四角くなったスクエアっぽいレンズが好きなので、どちらかというと結構こういった形が多いんですけど、中でもこれはよく使ってるかなって、はい、思います。では続いてラストなんですけど、ラスト12個目がじゃん、こちらのサングラスでございます。サングラスね、私ほんと結構好きなアイテムで、割と毎回と言っていいほどかけるアイテムなので、ちょっとお気に入りがたくさんあるんですが、これもこういった感じで結構細めのサングラスになってます。前に私アイウェアコレクションって言って、お気に入りのサングラスとか、まあ、伊達メガネとかを紹介した動画があるんですけど、そこでも話していたんですが、ヘイリーがかけているのを見て、すごい可愛いサングラスだなと思って、なんかあんまり見ない形じゃないですか。結構特徴的っていうか、ここまで細めのサングラスってなかなかないかなって思うし、なんか形もちょっと不思議な感じで面白くて可愛いなと思っていて、サンローランっていうのでそんなにお安くはなくて迷ったんですけど、でもこれはすごい買ってよかったなって思ってるアイテムです。なんか本当につけるだけでおしゃれ感が出るし、意外とちょっと変わってるサングラスではあるんですけど、まあ、色味とかもシンプルにブラックだったりするので使いやすくって、結構本当にコーディネートを選ばずにつけられるサングラスなので、こちらもとってもおすすめです。超使いやすい。はい、ということでこのような感じで、以上が私のお気に入りの夏トレンド小物でございました。夏ってやっぱ特に小物とかでちょっとコーディネートのねバランスを取ったりとか、ポイントを持ってきたりとかしたくなる季節じゃないですか。私はそうなんですけど、だから小物とか可愛いのないかなって見てたりするんですが、中でも私が最近ゲットしたものでお気に入りの小物たちを紹介していきました。まあ、小物なのであんまりサイズ感とかも気にしなくていいかなって思うし、ぜひ参考になったら嬉しいなっていう風に思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。